ああ、よく寝た。はい、皆さんこんにちは、タミノスケです。ファーミングシミュレーター19第3回目にやっていきましょう。今回はね、これですよ。契約、これ3万ドルする契約をね、今大型受注しましたんで、こちらの契約やっていきましょう。こちら天才の収穫ですね。で、今作ですとアルバイト受けながらセーブできますんで、これ便利になりましたよね。じゃあこれまた例によってヘルパーさん、お願いしましたんで、私はおもむろにこの天才を運ぶと。これもすでに畑の半分ぐらい終わってますんで。さあ今天才満タンになりました。これをね、南東の港に運んでけってことですんで、今からちょっと南東の港に運んでいきたいと思います。まあ、この辺まで来るとあれですね、ファーミングじゃなくてなんかユーロトラック トラックシミュレーターですね。さあ、私の農場ですが、キャノーラ、今これ花が育ったところですね。この後多分雑草が生えてくるんで、ちょっと雑草を除去する、除草ですね、除草剤。今回除草剤をまく作業までちょっとやっちゃいたいと思います。さあ、港ですね、南東の港に入ってきましたんで、あそこに入れたいと思います。
さあ、ここですね。ドロップしましょう。もうちょっと前行こうか。じゃあもう32%か。あと3、4回これ繰り返さないといけないんで、また畑に戻って天才の方収穫したいと思います。
い、それでは今これナンバー10位のクエストなんですけど、一応今もう契約完了ですね。でこのまま、受託ボタンを押せば、報酬もらえるんですけど、まだこれ天才ありますんで、これ最後まで売っちゃいますか。でこれ、売った余剰分ですね、余剰分が完全に私の、何ですか、チップみたいな感じになるんで、これもう残りあともう2棟ぐらいなんで、これ借り取ってで、受託して報酬受け取るようにしましょう。なんだこれ今トレーラーに積んでる分はこれ完全に私の儲けですねこれせっかくなんでこれ満タンまで積んで、で、バイト代じゃないな、契約で儲けましょう。オッケー、じゃあこれでねこの天才を売っ払って今回の報酬どうだろう、3万ドルぐらいいくかな。でこれ今から港にね運んで、このものすごいこれどうだろう、動画的に倍速かもしくはカット編集になってると思いますけど、で港が見えてきたんでね、ここに今乗せてるのを下ろして契約を終了するという魂胆です。でこの港の入り口が鋭角なんでこれ罠ですよね。ですんでこんだけ全長が長いトレーラーの場合は一旦反対車線に出てから目いっぱいハンドルを切ってやれば切り替えせずにここに入る、ああ看板倒す大丈夫ですね、無事切り替えさずにここに入ってこれると。じゃあ最後この天才を下ろしてこのバイト終了しましょう。実時間で30分以上かかったんじゃないかなこれ。さあこれでもうこの天才はねもう私のポケットマネーになりますんで、はい、でオーバーロード開始。あほら私の方の金額が増えてるでしょこれこれこれ、あこれ10万ドル超えるぞこれ、あ10万ドル超えたこれ完全にあの猫ババ作物ですよ。じゃあこれで、契約終了しましょう。受託ですね、受託、はいポンということで、これですね、収穫による収入が23,000ドル、そして契約による収入が29,000ドルということで、いやなんとか10万超えきましたね。じゃあこれ今回疲れたんで、ヘルパー天才を収穫するということで今回終わりたいと思います。どういう編集にしようかなそれでは皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。